時計を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 、レペゼンテの話したところさは答え間違えんなキャヌヒメ聞こえてる世界探す間に飛んでるお前の意識意味なんかねえよ気に入らねえなら倒すだけあんまいつでも試験サイコバイオレンス誰も俺を縛ってくれない。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっと久しぶりに質問コーナーやろうかなって。質問コーナーね。はい。うん。これですね。うん。一回やればアンチも黙ると思います。一、うん、回だけでいいのでスパーリングをお願いします。嫌だね。次、お疲れ様です。お疲れ様です。毎回応援しながら YouTube 見てるので、タイソンさんらしくやってください。うん、お、はい。ありがとうございます。はい、次、うん。暇なのにインスタライブやらないのはどうしてですか？一時期歌舞伎町に行ってしょっちゅうグータラしてました。ちょっとよくわかんないですけど、なんでライブやらないのかっていう。ああ。インスタライブですかね。暇なのにって俺が？お前より暇じゃねえよ。調子こくない。お前よりは暇人じゃねえわ。そうですね。ああ。次。調子こくないよ。タイソンさんがフォローさせてくれないのはなぜですか？うん、結構私のところに DM 来るんですけど。あ、そうなの？だ、今承認してないけどめんどくさいから、はいはい、DM で直接ファンなので承認してくださいとかいう個人的に来た人はしてあげてるよ。ああ、そうなんですね。だからそういうなんかガチファンだなっていうかちゃんとしてる人は、はいはい、あの承認してるんで、まあ、メッセージもらって、はいはい、俺が何判断するから、まあ、熱意を。そう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 。伝えられるんですかね。わかりました。次、弟が怠慢の事実がないと言っている真実を教えてください。それは本人言ってる。だからまあどこでしたんだろう。否定したいんじゃない、うん、それか、まあだって多分俺って分かってないからさ、相手がそもそも。あ、だって俺先輩とかに言われて、もともと先輩とかが思いついたわけの中に俺が行って、はい、その台湾発達相手イコール所沢タイソンっていうのを分かってないって、別に名乗ってないからさ。なるほどですね。向こうからしてみればさ、はいはい、そうそうそう、誰それっていう一致してない。ああ、そういうことですね。ありがとうございます。次、ずいぶん昔に、うん、プロペ通りで外国人と喧嘩してませんでしたか？ずいぶん昔ってどの程度の昔のことだ。分かんないですけど、あります、したことは。あるよ、それは。じゃあまあ事実かな。事実ということで、うん、はい。次、有名な一族の写真の右から2番目は春水さんですか？あー、多分あれのことかな。多分そうだね。え、春水さん写ってるんですか？写ってるよ、写真。はい、じゃあ次。そうそうそう、うん、経験人数を教えてください。経験人数覚えてます？そんな覚えてないですよね。うん、ちょっと覚えてないね。大体何人以上っていうのでもいいですけど。大体わかんない。でも少なくはないと思うよ、それは。あ、そうでしょうね。うん、かな。はい、わかりました。じゃあいっぱいっていう感じで。いっぱいって。じゃあ次、はい、あ、そうだ、俺だから、はい、まあ、ある人が、はい、超最近、はいはい、俺のこと占ってくれたらしくて、はい、あ、違うよ、それじゃなくて、また別の。あ、別。そう、2、3日前に占ってくれて、はいはいはい、なんか俺、遠福かって言って、はい、遠福かっていうのを俺初めて聞いたんだけど、なんて書くんだろう。つやに、4円ですか？そうそう、4円に福って、あの七福神。そうそう、福、遠福かっていうらしくて、女性にモテる運気らしいんだよ。だから困らない。確かに女はめっちゃ寄ってきますよね。そうそうそう、っていうあれらしいんだよ。そう、占いで、うん、なんかいつしか男性ファンしかいなかったのに、今ちょっと女性ファンしかいないんで、男性ファンしかいない。そんなことないよ。だけはちょっと控えていただいて、ね、はい、マジでわかんない。本当に第二弾所沢動画出すかもしれない。本当にお手当て。お手当てやろう。ちなみに、うん、まあ、やっぱりその女性の、まあ、クオリティによると思うんですけど、うん、お手当て平均どれぐらい出す予定で。平均いくら以上は出すよっていうお手当て。10ぐらいは。そうだね。いい女抱いて、うん、ドーマン出版して。そうだね。で、最後クリスタルで殺される。殺されるんだ。、うん、そう、だから遠福からしいんだよね、どうやら。
困らないっていうね。最終的にはもうクリスタルで。クリスタルね。わかりました。そうそうそう、次。なんだクリスタル。自分でやったんじゃないですか。はい、次いきますね、うん、もうアンチに答えないでください。時間の無駄です。うん、答えてないよ。本読めばわかります。食べ物シリーズ好きです。うん、ま、食べ物シリーズね。まあ、ちょっとサブちゃんを出す予定なんですよ。うん、ですよね。そうだよ。なんで、サブちゃんで今後グルメシリーズとか釣り動画とかを出していこうっていう、うん、そうそうそう、そういうのんびりした感じの、ね、サブちゃんには一切物事は持ち込まないと。そうだね、はい、そうそうそう、皆さんそっち見ていただいて、うん、だから俺個人的にはサブちゃんの方が面白いんじゃないのって感じだけど、サブちゃんはもう本当にファンの人が見てくれれば。そうだね、感じですかね、うん、はい、はい、次、趣味は何ですか。趣味サーフィン。ちょっとしかやったことないっちゃう。サーフィンって趣味じゃないですよね、それ。いやでもやっぱ気が付いたら海のことばっか考えてるよ、結局。え、波々のことばっか考えてる。嘘ですよ、ね、本当に本当に。で、天気とかでさ、朝の天気予報とかさ、江ノ島とかさ、はい、なんか映ったりするじゃん、はい、やっぱすげえ見ちゃうの、サーファー。天気予報なんかどうでもいいから、やっぱ波ばっか見ちゃうの。だから なんだかんだ結局サーファーなんだなっていう、笑わせしてんじゃなくて、自分のことを偽るのはやめた方がいいですよ。本当に。でもだから体を動かすことは好きかな。あ、そうですよね、うん、本当に。でもサーフィン再開したらいいんじゃないですか。まあジェットでもいい。あ、やろうっつってんだよ。なんかチーム体操、チーム体操っていうか、あのね、友達とね。そうそうそう、なるほど。まあじゃあサーフィンが主人。ああ、あと釣りかな。釣りって言っても釣り堀だけど。結局海の男ってことなんですか、ね、そういうことなんだね。やっぱ名前もそうじゃん、広い意味でね、うん、次、モーニングルーティン教えてください。難しいですね、モーニングルーティン。一回やったよね、縦画面で。あの通りですよね。あの通りだよ。だから用意してドドール行って、そこから撮影なり、はいはい、だからいつもドドールからの始まり、うん、それはもう今日もそうだし、すべてはドドールから。そうだね、前まで1日の終わりもドドールでしたもんね。あ、俺がつい何日か前に、はい、こんだけドドールでもだいぶ常連でさ、うん、でそこの店長にこの前レジで、お客さん、あの本出されてるんですねとか言われて、なんか恥ずかしくなっちゃって。もういけない。そうそうそう、いや、それ、えっと思って、はい、いや、うちのスタッフが買ったみたいですって言って、嬉しいんだけど、はい、なんかこっぱずかしくなっちゃって、なんか行きづれなみたいな。しかも行く頻度がたまになったらいいけど、毎日。そう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 。ちょっと本当に下手なことはできないですね。そう、だからこの前も言ったけど、あとヤマトの宅急便の運転手の人が荷物持ってきたら、はい、久保さんトースポ出てましたねとか言って、恥ずかしいのよ、なんか。そう、だからまあ嬉しいような、はいはい、恥ずかしい。なんだっけ、質問何だったっけ。モーニングルーティン。あ、ルーティン、そうそう、だぜひモーニングルーティンの動画見ていただいて、うん、まあ、クオリティはクソですけど。そうだね、まあ、今日はちょっとこんな感じで。あ、こんな感じ、はい、終わり、うん、ちょっとまだ結構あるんで、うん、次回ですね。ありがとうございます。わかりました。はい、じゃあ、はい、じゃあ、はい、